松原大臣のそわそわチャンネルでございますけれども、いつもスタジオでやってるんですけども、今回はなんとロケということでございまして、まあ、前回ね、恐怖の組み合わせ会談っていうのをね、やらせてもらったんですけれども、そちらも好評だったんですが、今回新企画ということで、実験的な企画でございます。周りお家があるのでこんな声になってしまいますけども、こちらになります。ゾワゾワ田んぼ心霊スポットで怪談したらどうなるのか、なんちゅう企画でしょうかね、はい、ということで今回です、はい、山優さん、山優です、よろしくお願いします。山優さん怪談いっぱい持ってますから。いやー、でもなんか早速すごい雰囲気から始まりました、ね。どこなんだろうここは。ここはホッケ堂っていうところですよね。ここはここホッケ堂の跡って書いてあって、ホッケ堂跡か、頼朝の、墓がこう、あ、でも確かに三浦、そうそう、源頼朝のっていう、源の頼朝、頼朝の由来の鎌倉幕府ですよね。そう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 です、そうです。のお墓がここにあるんですか。もっとこの上にある。そう、ホッケ堂で、ホッケ堂跡で、そこの三浦、でも三浦一族の櫓ってどこあるんですかね。なんかね、近くにあるってことですか。ここはその、うん、幕府ができる時に、はい、その頼朝の、まあ、その要は、ね、すごくこう、うん、貢献した三浦一族が、はい、まあ、その後重臣として迎えられるんですけど、はい、まあ、やがて執権になった北条家とこう結構揉めてですね、うん、揉めてというか、まあ、それで結局三浦一族は滅ぼされるので、はい、それでこの頼朝のこうなんかここの由来のホッケ堂のとこに来て、はい、彼らがみんなここで自ら命を絶って自刃したという、ここはなかなかのスポットというところ。だから櫓ってついても、はい、一方の北条家のね、の北条の方の腹切り櫓とここの三浦一族の櫓も有名なとこみたいですけど、はい、そうか、ほら鎌倉か、ここは鎌倉で有名ってことか。そう、だから ここは夜来たら怖そうですよね。確かにね。この後櫓も行くんですけども、まずは頼朝の、頼朝さんのお墓に、はい、すごいすごいな。とか頼朝の最後とかあんまりちゃんと分かってないな。これは迫力あるわ。頼朝は別に戦死してないですもんね。そうですね、鎌倉幕府を作って幕府開いて、なんだろう、病死なんですかね、そこら辺も全然ですけど。あらな、雰囲気がある。いや、これ一人で来たら怖いですね。やっぱ光ないからな。なんかでも、頼朝公にはね、ちょっとあれなんですけれども、うん、ちょっとワクワクしますね、久しぶりに。いや、そう、心霊スポットと言ったらダメなんでしょうけど、まあ、まあ、でもパワースポットでありますよね。ここがそうっていうわけじゃないですよ。すごい、はあ、うん、ああ、マジですごいなこれ、うん、ここがそうなんですかね。これが、この脇だけこいてて、これが何なのかあんま分かんないですよね。でもこれは、これが頼朝公。頼朝公、はあ、失礼いたします。へえ。源頼朝って何宗なんですかね。調べ、宗は、いや、その家康やったら浄土宗とかあるじゃないですか。ああ、真言宗とかじゃないですか。違いますかね、源頼朝宗派。違いますかね。ん？鎌倉仏教、あ、そうか、鎌倉仏教ってまだ、だからあれですね、浄土宗誕生する前だ。あー、なるほど。おもろ。ほうか、法華宗って書いてますね、確かに。法華宗か。日蓮系になるのかな。法華宗とは、ああ、妙法ネギ教、それ仏教の宗旨です。法華宗から日蓮宗ができるんだったかな。まあ、これ詳しい人はね、はい、コメント欄に書いてもらいましょうか。いやいや、本当ですね、詳しい人ね、多分いらっしゃると思うんで、頼朝はこういう宗派を
さんと進行してたんですよっていうのは。なるほどね。どうですか今この雰囲気は。いやでも荘厳という言葉、あでも荘厳じゃないな、なんかもっと大きいと思ってました。思いましたね。頼朝だから。でもお花はやっぱりほらすごい綺麗にずっと植えられてる。なんかいやちょっとだけこれ入ってもいいですかね。ちょっと入ってください。しましょう。なんかめちゃくちゃ猫怖いやん。猫の絡みと怖いやん。かわいいけど。あこれはねあのどんな暗闇でも見失わないような柄できました。僕なんかね派手にする。黒とかで消えたらねもう誰も僕のことを分かんなくなっちゃうと思って。でも頼朝の怖い話ってあるかな。なんか義経のね伝説とかっていっぱい聞くけど。この後、三浦一族の櫓に行って、うん、あそっちで階段、ね、三浦一族に聞いてもらうんですか。そう、恐れ多い。ちょっとここの頼朝公の前でやるのはさすがにね。頼朝公はまあ、さすがに鎌倉でいくらなんでもとか。まあちょっとお邪魔しますということで。お邪魔します。そういうことでお邪魔します。お邪魔します。ということで、すいません。頼朝さん。お邪魔します。不謹慎な子たちではございますが、この後ですね。はい、小さな櫓なんですけども、はい、300人の。何ですか。骨が埋まっているという櫓に今から行きます。300人の骨が埋まっている。源氏の幕なのかな。はい、ということで、源の頼朝のお墓からちょっと住宅街を少し歩きますですね。うん、そうですね。ちょっと隣まで歩いてって、この石段の上に上がると三浦一族の櫓があるということで、これは雰囲気あるな。ちょうどまさにその執権の北条家に敗れて、だからまあ幕府を作る時はね重臣として迎えられたわけですけど、三浦一族が、ね、そうそう、そのうちに、まあ、結局権力に負けて、当時のですね、当時の執権に、まあ、北条家に敗れて300人骨が埋まってるって、さっきスタッフの方じゃないかと言われてるって言ってましたよね。商業無常ですね。そうですね。じゃあちょっと登ってみましょうか。はい、いや怖いわこれは。え山村さん行ったことはないんですか。ここですか。はい、いやあの昔に来たことあるんです。あでもそうです。完全に昼なんですよ、こういうとこ来るのって当たり前なんですけど。そうか、はいはいはい、夜は来ないので。しかももうずっと昔です。なんか、うん、ちょっともうちょっと雰囲気すごいな。記憶が塗り替わる感じですね、ここは。あマジで雰囲気すごいなこれ。うわすごい。まだ先か。けど頼朝の墓、義時の墓で義時は最後切腹、あの腹切り櫓の義時は、あれは高時か。そうですね、あっちはあの北条家の方ですね。あっちの腹切り、あ、まだ奥けど、けどこれはが出てきましたね。あ、水たまり気をつけてください。はい、ちょっと怖いですね。ここはこの辺水たまりあります。わめちゃくちゃありますね。これはあ、びちゃびちゃだ。この辺水たまりあるので石段を歩いてください皆さん。左手、はい、これですね。え神社の鳥居じゃないんだ、こっちなんだ。うわ失礼して。あこれはすごいな。えこれが櫓。ちょっと寄りましょうか。あすごいな、確かに。うわと、じゃあ失礼してお写真をね、こう、わ雰囲気ありますね。中入ります。入ってみましょうか。いいんですかね、入って。失礼します。失礼します。